河田王公、河田王公、河田、河田王公、文政十三年六月十三日、千八百三十年八月一日、明治二十九年,年2 2、千八百九十六年二月二日は幕末、明治期の漢学者。本名は武氏であるが、これは氏である、山田報告の命名であり、それ以前は武次郎と名乗っていた。号は奇形。 備中国浅口郡玉島、現、倉敷市玉島中央町の海鮮丼屋、大黒屋に生まれる。幼いうちに両親に先立たれて没落しづらい少年時代を過ごす。玉島で儒学者、鎌田玄慶に学んだが、玄慶は王校の才能に気づいて自ら死に足らずと述べて、江戸への留学を進めた。江戸では佐藤一斎らの下で学びながら、 学士のために蔵書を売り、家庭教師をするなどの苦学の末、大見大祖見藩の藩事として百国が与えられることとなった。その時、備中松山藩の失政であった、陽明学者、山田報告が藩事として五十国で飯という希望を王公に伝えてきたのである。王公は、備中松山が故郷に近いことに加えて、わずか数年で松山藩の財政再建を実現させた。 山田報告の学識と手腕をこの目で確かめられる後期であると考えて、大溝藩の半分の備中松山藩への士官を決めたのである。安政四年、1857年28歳の出来事であった。ちなみに王公の士官前に彼の評判を聞いた報告は、自分の力量を認めて弟子を江戸に送り出しかまた慶もまた優れた人物であると高く評価して、 同じく藩の受信に招いていた。報告に学問を学んだ王公は、すぐに頭角を表して、門人としては新参ながら、江戸藩邸の教授を任されて、三島中州と共に、報告門人の筆頭として扱われるようになった。だが、母親戦争では、藩主、板倉克清が、老中主座として、幕府軍に参加したために、備中松山藩は、朝敵とされてしまう。 王公は藩兵を密かに備中に引き上げさせる、工作に行っていたが、岡山藩による備中松山占領の方が早く、岡山藩の要求によって、藩兵の隊長であった、重臣、熊田あたかが責任を取って切腹する代わりに、他の藩士の罪を免除させるということになり、王公が切腹の目付役を務めることになった。その後、 王国の命に従って、江戸で出家させる予定であった、板倉マ室の藩主要率江戸地まで逃れた、勝つの捜索などを行い、恒例の王国に代わって、三島中州と共に、藩の存続に尽力した。藩の存続が決まると、王国が引退したこともあり、王公は藩を退いて、東京、江戸に登った。江戸で塾を開いた王公は、 薩摩藩の茂野の安と双壁を成すと言われるようになった、この二人に王公の名、三島中州を加えて、明治の三大文集と称された。この頃、江戸漢学会の第一人者であった安井足賢は、訪問した井上氏に自分に会う暇があるなら、川田に会え、と言ったと言われている。山田報告に対して、尊敬の念を抱いていた木戸孝義は、 王公に報告の出資を要請するように依頼した。報告の引退の意思は固く、起土の期待には応えられなかったものの、大上官に出資して、大学省博士として、茂野康嗣と共に、国史編纂の責任者になれるように推挙したのである。やがて国史編纂構想は、大上官内における、修士官設置、明治10年、1877年1月へと、発する。 だが、王公と重野の対立は、その最初から生じていた。新しい日本の国史を作ろうと、生き込む重野に対して王公は、国史編纂よりも、資料の収集に力を注ぐべきだと考えていた。さらに完璧なものを追求して、妥協を許さない重野ノと、奇策でおおらか、悪く言えば大雑把な王公では、性格が全く合わなかったのである。 そのような時に生じたのが、太平記の扱いをめぐる問題であった。茂野は、太平記を創作であって、史実ではないと考え、同書にしか、記述のない小島光徳や、桜井の別れ、楠木正茂が、死の直前息子正幸との決別を行う場面は、国史に載せるべきではないと唱えたのに対して、王公は、太平記に対する資料批判を行わずに初めから、 創作と決めつけるべきではないと反対して、両者は激しく論戦を行い、学者たちを二分するかの勢いとなった。その結果、明治十四年、1881年、王公は終始間を去って、宮内省に移ることになった。この論争について、今日の私学誌では論争中に、王公が発したとされる、事実の詮索すぎて、中君公式家に涙し、 という発言が一人歩きして、王公が歴史学を名教道徳に従属させて国家に不都な歴史の存在を否定しようとしたという評価がされている。だが、王公自身の経歴から見れば、王公もまた、シゲノ同様に実証主義をとり、それゆえに独善的に陥りがちであった、シゲノの手法を批判している慎重な資料批判を求めたのが論争の実態である。むしろ、 その後の国学者や、神道関係者、国粹主義者によって、王公の発言を都合よく利用して、シゲの役目国武の追い落としを図ったことや、激しい論争のために、多くの人間を巻き込んだ、派閥論争へと変質してしまい、互いに妥協のできないところまで行き着いてしまったことが、日本の歴史学、史学史にとっては、大きな不幸であったと言おう。その後、明治17年、 1884年に東京帝国大学教授となると、家族女学院校長、提出博物館理事、貴族院議員、直戦、1890年9月29日就任を歴任して、明治26年、1893年には東宮、後の大正天皇の時効に任じられた。その一方で、九州であった。 板倉勝らかをたびたび訪れては、その相談相手となり、死の間際には、死後も、自分の側近でいてほしいと生から懇願されて、勝清の墓の隣に王公の墓が設置されることとなった。かつて、王公を取り立てた、木戸高義の死後、王公は直命によって、木戸の墓姫を寄贈するように命じられた。ところが、王公の将軍と仕事の多忙さからかその筆は、進まずに、 明治二十九年、1896年に亀が死去した時には未だ完成を見ていなかった。それを知った、名優、三島中州が慌てて、未完の部分を継ぎ足して完成させたと言われている。政府では王公が、東宮事項を務めたことから、造位や受釈を検討していた。ところが、喜怒の後継者を自負する山形有友が、王公が未だに直命であるはずの喜怒の、 墓悲鳴作成を終えていないことや逆に老中とし、新政府軍と戦った、板倉勝清の隣に墓が築かれていることを知って、激怒し、王公は、朝敵、備中松山藩の重臣であって、造位、受釈に値しないと強行に唱えたためにそのことは、取りやめとなったのである。歌人で、住友財閥の養殖を務めた、河田淳は三男にあたる。また現存、孫の孫には、 元歌手の相良直美がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。